ドクトとは、ベトナムの革命家、政治家。日本のマスメディアでは、レドクトまたは、レドクトと表記されることが多かった。本名は、ファンディン会。フランス統治時代の1911年、北部、ナムリン省に生まれた。1929年、インドシナ共産党に入党。フランス領インドシナ当局に1930年から1936年までと、 1939年から1944年までの2回、投獄された。釈放後、北部で活動。1945年、インドシナ共産党中央委員に選出。第一次インドシナ戦争中は、レズアンの下で南部中央局副書記を務めた。ジュネーブ協定後の1954年、北部に戻る。1955年8月、ベトナム労働党。 第2期中央委員会第8回総会において、党政治局員に選出され、土地改革の後始末と党の政府運動の責任者となった。1956年末、党人事を扱う党中央組織委員会委員長に就任。人事権を掌握し、イデオロギー部門に睨みを聞かせるれ、独徒の存在は、レズガンの第一初期への道を開いたとも言われる。 1960年の第3回党大会において政治局員に再選出され、党内序列第7位に昇格。1968年、再び南部に派遣され、南部中央局副書記。直後から後日のパリ和平協定交渉に取り組む。1986年、第6回党大会で引退し、党中央委員会顧問に就任、死去まで務めた。 アメリカ合衆国は1960年代初期積極的にベトナム戦争に参加した。1968年から1973年の間に数度にわたりフランス共和国の首都パリで和平会議が開かれた。スアントゥイがパリでの会議でベトナム民主共和国を代表する公式の交渉団を率いていたが、レ・ドゥクトと 国家安全保障問題担当大統領補佐官、ヘンリー・キッシンジャーは、1970年2月以降、秘密会談を重ね、結局これが1973年1月27日のパリ協定での停戦につながった。協定の基本的な条件は次のようなものである、1月27日が一般的に和平協定の成立日とされているが、会談は必要に迫られて続けられた。 散発的な戦闘がいくつかの地域で続けられた。アメリカ合衆国軍の地上軍は3月29日までに撤退したが、ベトナム民主共和国への爆撃は続いた。双方に停戦違反行為の疑惑が相次いだため、和平合意を再び軌道に戻すべく、キッシンジャーとレ・ドゥクトはパリで1973年5月と6月に会談した。 1973年6月13日、アメリカ合衆国とベトナム民主共和国は、パリ協定の全面的な実現に向け相互に支援することを誓う共同声明に署名した。レ・ドゥクトとヘンリー・キッシンジャーは、共にパリ協定、停戦と米国のベトナムからの撤退での交渉における尽力を理由に、1973年のノーベル平和賞を受賞した。 しかし、レは、ベトナムにまだ平和が訪れていないと述べて、賞を辞退した。レは、ノーベル平和賞を辞退したただ一人の人物であり、ノーベル文学賞を辞退した、ジャンポール・サルトル以降、ノーベル賞を辞退した二番目の人物である。ありがとうございます。